そキャスター、マスター不在のままよくここまでたどり着いたものね。確かにもう私に残された魔力は少ないわ。けれど私の他に残っているサーヴァントはバーサーカーだけ。この身が消え失せる前に決着をつけ、聖杯の器であるあなたを確保すれば、それで聖杯は私の手に。だからって正気？あなたにとって天敵のバーサーカーに正面から挑みかかるなんて。私にはどうあっても聖杯が必要なのよ。ここまで来て諦めてたまるものですか。そう、後でがっかりさせるのもかわいそうだから教えてあげる。私は聖杯として完成するには程遠い状態よ。だってまだ中身は半分も満たされてないもの。何ですって。あなたは知らなかったようね。今回の聖杯戦争には私の他にもう一人器になった女がいるの。今まで倒れてきたサーヴァントの魂は大半がそっちに持っていかれたわ。ええ、それでも構わない。大聖杯にまで至らなくても、せめてサーヴァント4人分の魂があれば小聖杯としては機能するはず。ただ願望機として使うだけならそれだけで十分よ。どうかしら、仮にバーサーカーを倒せたとしてもそれで小聖杯に届くかどうかは危ういわ。とても分の悪い賭けだと思うけど。構わないわ。この願いを遂げるためならば私はどんな条理であろうとねじ曲げてみせる。戦士なんてこんなものに。やっと、これであとは聖杯さえ起動すれば。そんな嘘、なぜ聖杯は、私の聖杯は。残念ねキャスター、バーサーカーの魂もギリギリで器を満たすには至らなかった。惜しいところだったわ。なぜ、なぜなの。何のためにここまで戦ってきたの。どうして本当に必要なものばかりいつも私の手から逃げていくのよ。警告はしたはずよ、無駄な戦いになるって。それでもあなたは挑みかかった。後悔してるの。いいえ、無駄になんかさせない。完成まであと一歩だったというのなら、もう一人サーヴァントの魂を捧げればそれで小聖杯は現れるわね。ええ、ただの願望機でいいのならそれで十分。でもキャスター、まさかあなたは。ええ、構わない。願うことは一つだけ。そのための対価ならどんなものでも差し出します。何があったのか説明しろ。キャスター。